速報、北朝鮮軍がロシア、ウクライナ戦争に参戦との声明が、東の NATO が発動、金正恩が僕、いつもポートピアをご覧いただきありがとうございます。本日は非常に重大なニュースについてお伝えします。プーチン大統領が北朝鮮へ訪朝した上で、北朝鮮軍がロシア、ウクライナ戦争に参戦する可能性が浮上し、国際社会に大きな衝撃を与えています。最新の情報によると、北朝鮮の公式メディアが来月、我が軍が国際的な軍事作戦に参加する可能性があるとの趣旨の報道を行いました。この発言の真意と、それが世界にもたらす影響について詳しく見ていきましょう。本動画では以下の点について詳細に解説していきます。北朝鮮軍参戦の可能性とその背景、東の NATO とは何か、そしてその役割、北朝鮮の最新の動向と公式声明の分析、国際社会の反応と各国の対応、専門家による分析と今後の展開予測。この問題は単なる地域紛争の枠を超え、世界の安全保障環境に大きな影響を与える可能性があります。特に日本を含む東アジア諸国は直接的な脅威となりかねません。特に日本を含む東アジア諸国にとっては直接的な脅威。それでは各トピックについて詳しく見ていきましょう。北朝鮮軍のロシア・ウクライナ戦争への参戦の可能性が浮上した背景には、複雑な国際情勢があります。まず北朝鮮とロシアの関係に注目する必要があります。北朝鮮とロシアの両国は歴史的にも地理的にも近い関係にありますが、近年その関係はさらに緊密化しています。特に国際社会からの経済制裁下にある両国にとって、互いは貴重な同盟国となっています。北朝鮮がこの戦争に参戦する動機として、以下のような点が考えられます。ロシアとの協力により、国際的な経済制裁の一部緩和を期待している可能性があります。ロシアの最新軍事技術や装備を入手する機会となる可能性があります。大国間紛争に参加することで、国際舞台での存在感を高めることができます。国内支持の獲得、対外的な軍事行動により国内の結束を強化する狙いがあるかもしれません。北朝鮮軍の現状について簡単に触れておきましょう。北朝鮮は世界第4位の兵力を誇り、約120万人の現役軍人を抱えています。しかしその装備は軍事費を背景にものが多く、最新の戦闘に向け強固な軍隊となってきております。特に注目すべきは北朝鮮の特殊部隊です。約20万人の規模とされるこの部隊は非正規戦に特化しており、ロシア・ウクライナ戦争でも重要な役割を果たす可能性があります。また北朝鮮の核・ミサイル能力も無視できません。これらの存在が国際社会の対応を複雑にする要因となっています。過去の北朝鮮の軍事介入の歴史を見ると、1950年の朝鮮戦争以降、大規模な海外派兵は行っていません。しかし中東やアフリカの一部の国々に軍事顧問を派遣した例はあります。今回の状況が過去と大きく異なるのは、相手が世界大国のロシアであること、そして紛争の舞台がヨーロッパであることです。これは北朝鮮にとって国際的な存在感を高める絶好の機会となる可能性があります。東の NATO という言葉が注目を集めています。これは日本、アメリカ、韓国を中心とした東アジアの安全保障協力体制を指す表現です。正式な組織ではありませんが、北朝鮮の脅威に対抗するために形成された事実上の軍事同盟と言えるでしょう。この東の NATO の主な特徴と役割は以下の通りです。3カ国間の軍事情報共有、合同軍事演習の実施、北朝鮮の核・ミサイル開発に対する共同監視、地域の安全保障に関する政策協調、機
北朝鮮軍の参戦の可能性が浮上したことで、この東の NATO の重要性が急速に高まっています。具体的には以下のような動きが予想されます。米軍の東アジアでの展開強化。アメリカは同盟国である日本と韓国の防衛を強化するため、より多くの軍事資源を東アジア地域に投入する可能性があります。日韓の軍事情報包括保護協定 GSOMIA の完全復活、両国間の歴史問題などで一時停滞していたこの協定が、北朝鮮の脅威を前に完全に復活する可能性があります。3カ国での合同軍事演習増加。北朝鮮の動きに対応するため、より大規模かつ頻繁な合同軍事演習が行われる可能性があります。ミサイル防衛システムの強化。北朝鮮のミサイル能力に対抗するため、3カ国での統合的なミサイル防衛システムの構築が加速する可能性があります。北朝鮮のサイバー攻撃能力に対抗するため、3カ国間でのサイバーセキュリティ協力が強化される可能性があります。ミサイル防衛システムの強化。北朝鮮のミサイル能力に対抗するため、この東の NATO の動きは地域の安全保障環境に大きな影響を与えます。特に中国はこの動きを自国に対する包囲網の強化と加え、強く反発する可能性があります。またロシアにとっても、極東地域における米国の影響力拡大は望ましくない事態です。そのため東の NATO の強化は米中の大国間関係にも影響を与える可能性があります。日本にとってはこの東の NATO の強化は安全保障上重要な意味を持ちます。しかし同時に憲法9条との整合性や防衛費の増大など、国内で議論を呼ぶ問題も多く含んでいます。さらにこの安全保障協力の強化は経済面にも影響を及ぼす可能性があります。例えば防衛関連産業の活性化や技術協力の促進などが考えられます。一方で地政学的リスクの高まりによる経済への悪影響も懸念されます。東の NATO の今後の展開は、北朝鮮の動向だけでなく米中関係や日韓関係の変化に大きく左右されるでしょう。この動きを注視することは、東アジアの将来を占う上で、北朝鮮の最新の動向と公式声明は国際社会に大きな衝撃を与えています。ここではその詳細な分析を行います。まず北朝鮮の国営メディアが報じた、来月我が軍が国際的な軍事作戦に参加する可能性があるという声明に注目しましょう。この声明は以下のような特徴を持っています。曖昧性、具体的な日程や作戦内容には言及していません。これは北朝鮮の典型的な情報操作の手法です。国際社会に対する威嚇の意味合いが強く感じられます。内政向け、メッセージ国内に結束を強めるためのプロパガンダとしての側面も持っています。この声明に加え、最近の北朝鮮の動きには以下のような特徴が見られます。金正恩委員長とプーチン大統領の会談が増加しています。これは両国の関係を示唆しています。特に特殊部隊の訓練が顕著に増えています。これは海外派兵の準備である可能性があります。国内での戦時体制の強化、民間人の軍事訓練も強化されているとの情報があります。対外的な言説の変化、世界平和のための正義の戦いといった表現が増えています。これは軍事行動を正当化するための布石とみられます。経済政策の変化、軍需産業への投資が増加しているとの報告があります。また金正恩委員長の動向も注目に値します。最近軍関連施設の視察が増加しており、特に特殊部隊、北朝鮮の核・ミサイル開発状況も重要な要素です。最新の情報によると、北朝鮮は核弾頭の小型化に成功し、 ICBM 大陸間弾道ミサイルの性能も向上させているとされています。北朝鮮の交渉力を高める重要な要素となっています。
さらに北朝鮮のサイバー攻撃能力も無視できません。近年北朝鮮のハッカー集団による国際的なサイバー攻撃が増加しています。これらの攻撃は経済制裁下にある北朝鮮にとって重要な外貨獲得手段となっているだけでなく、軍事作戦の一環としても活用される可能性があります。北朝鮮の社販の動きは単なる威嚇や情報操作なのか、それとも実際の軍事行動の前兆なのか、専門家の間でも意見が分かれています。しかしいずれにせよ、これらの動きが国際社会に与える影響は甚大であり、世界各国の対応が注目されています。しかしいずれにせよ、これらの動きが国際社会に与える影響は甚大であり、世界各国、この状況下で日本を含む周辺国は高度の警戒態勢を維持しています。特に北朝鮮のミサイル発射や核実験の兆候を24時間体制で監視しています。今後の北朝鮮の動向を予測することは困難ですが、国際社会の反応や制裁の効果、そしてロシアとの関係性などが北朝鮮の次の一手を決定する重要な要素になると、先日のハッカー問題に加え様々な危機が発生しております。ぜひチャンネル登録、グッドボタンとコメントをよろしくお願いいたします。